はい今回は岸田のお金の使い方のおかしさについて考えていこうと思います。岸田はですね日本国民、あるいは日本経済を無視し、外国にお金を出す、まあばらまきとね言われているものですが、非常におかしいわけですね、で今回あの、のニュースになっておりまして、まあ、そのニュースからですねいかにこのやばい状況になっているのか、あるいは岸田がですね外国にお金を流し、日本国民には何もしないことがですねわかる、そのニュースについて。 分かる限り考えていきます。あの難しい話ではないので、まあ、皆さんも聞いていただければ、まあ、そのように思われるでしょうし、まあ、どうしたらいいのかっていうね、まあ、そういうことを考えていこうと思うので今回もよろしくお願いいたします。よくですね、まあ、この経済の話とかもそうですがあの外国のことが話題に出てくるんですが僕は前から思っていることがありまして外国のことが問題ではないと思うんですよ。 問題は日本国内にあるんですね。例えば岸田と自民党、安倍晋三と自民党ということです。で特にあの今回もそうですが、アベノミックスっていうね、安倍晋三の愚策を今もまだ継続していることが、日本経済のどん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 衰退、それを招いていると、まあ、そういったことを見直さなければ、日本の経済っていうのは崩壊しますし、日本国民の生活っていうのは崩壊してしまうんですよ。まあ、そういったことを考えていきます。 あの別に難しい話をするわけではないし、別に僕は難しい話が得意なわけではないんで、であのリスナー様も思ってらっしゃると思いますが、岸田っていうのは外国に、えー、多額のお金をばらまくわけですよね、えー、安倍晋三もそうですがあで、それっていうのは本当のところってらのは分からないとされていますが、外国にお金をまくと、ですね、えーまあ、その政治家にキックバックがある、そういったことも言われてますし、宗主国、まあ、米の計らいなのかもしれません。 そういったことの裏側というのは分からない側面もありますが何がまずおかしいのかということを日本国民が気がつくべきなんですねそして自民党の政権交代をさせなければ僕たち国民がもう生活できないという状況にいますでまあテレビの,、まあそのニュースなんで、まあ、どちらかというとお茶の間の人が見るニュースなんですがこういったこともですねよく考えると矛盾してるっていうことが分かるんですよね まあ、そういうことをわ分かると思ってそういったニュースをしているのか分からないと思ってしているのか分かりませんけど、まあ、わけが分からないわけですよ。う、まあ、とろの話でう、まあの人が出てくるんですが、別にこのうとろの話というのはあまり、ね、分からないところもありますし、あまり触れてはいけないので深く触れませんけど、そんなに難しいことではないんですよ。まあ、有事をしているとか、そういったはずのうと、ですね、えー、例えば日本国内の経済であれば、僕たち日本国民の経済状況の方が厳しいわけですよ。 そういったことがあのこのニュースから分かるんで、まあ、それをちょっと考えていこうと思います。で、まあ、ちょっとですね、えーまあ、その話の本題に入る前に、まあ、僕はあ,のあんまり職場で話しないんですけど、まあ、少し前にちょっと職場の人からですね、まあ、言われた話、ちょっと聞いて、まあ、僕も思う話で、リスナー様も、まあ、思ってることが、まあね、えー、同じ方が多くいらっしゃるんじゃないかっていう話を、えーまあ、ちょっと考えていこうと思うんですが、 今のこの経済状況において、僕もそうですし、リスナーさんもそうだと思いますが、まあ、日本人がですね、1、えー、食、ランチ、お昼ご飯で1000円以上食べるっていうことは、まずないんじゃないかと思うんですよね。でた例えば、ですね、経済的に厳しいので、会社にお弁当を持ってくる人,人もいる,いるでしょうしね、あまり、えー、食べないっていう人もいると思います。僕はあまり食べないようにしてます、経済的に厳しいんでね。で、えーまあ、そういった方が多いのが、今の日本国内の状況です。 でその職場の人がですね、えー、まあ、ちょっと別に僕はあんまりそういう話を聞かないんですが、あまあ、何かの時にされていた話をちょっと聞きまして、まあの女性の方がですね、えー、まあ、その家の食事のために、まあ、買い物にスーパーに行くと、まあ、今っていうのは時間帯によってですが、スーパーであの半額のシールとか、まあ、何十パーセント引きのシールとかついてる商品があるじゃないですか。ほとんど 半額シールの付いたものが取り合いになってしまって買えないことが多いんですっていうことをまあ言っておりま僕はそんなにスーパーに行かないんでね別にそんなするって言ってもね、なんか立ち食いそばとかしか食べませんから高いものは食べないですけどまあそうだろうなと思いますだからその半額シールの商品が取り合いになるっていうことからしても日本国内の経済が厳しい日本国民がいかに経済的に困窮しているかっていうことがわかるんですよ で今回のこのテレ,テレビのニュースっていうのは SN、SNS の投稿もあるんですが、明らかにおかしいんですね、何がどうおかしいのかっていう話なんですが、まあ、テレビにですね、えー、まあ新宿のとんかつ屋さんがまあ出てきたんですよ、別にそれはおかしくないんですね。 で新宿のとんかつ屋さんはですね外国人から人気があるという、まあ、インバウンドの話をしようとしたのか、なんだか分かりませんがそこにですねテレビで「ウの家族が映って、まあ、いるわけですよ「ウね「ウトロの「まあ、ウです「ウの家族が映っていて「ウの家族が観光で日本に来てますということを言うんですが、まあ、それもちょっと疑問があるんですがそれ以上に疑問があるのはこれなんですね岸田が「に対して7000億円今年中に払う。 そして今後10年間支援するっていうことを言ってるんで、えー、まあ多額の金を岸田うに渡すわけじゃないですか。しかしそのうの人はですね、えー、この日本にえまあ旅行、観光に来てですね、えー、とんかつを食べてるわけですよ。これ考えれば分かりますけど、うの人って別にそんなに経済的に困窮していないように見えますよね。経済的に困窮したら日本に来れないじゃないですか。 だって逆があるじゃないですか。今、日本人って経済的に困窮してるから、外国に旅行行けませんよね。海外旅行行けませんよね。円安だからとかって言ってるんですが、あそこういったところにおかしさを感じるんですよ。おかしさを感じると同時に、岸田のしてることのおかしさもわかるっていうことですよね。岸田は、うに7000億円を今後10年間支援する7兆じゃないですか。わけわからないですよね。 日本国民のためになる政策は全くしない、日本国民がですね、経済,経済的に困窮していても、えー、減税をしない、えーね、減税をしたところで、ねえー、その1年間で4万円とかの恩着せがましいことをするだけであり、この外国にはどん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 金をまいていくということなんですよ。で、えー、このニュースの何がおかしいのかっていうと、まあ、この日本国内の経済、日本経済、あるいは日本国民にはお金を出さず、 うに金を出すっていいところがおかしいあとその本来であれば困窮しているはずの「う」の人が来て、えーね、そのとんかつっていうまあとんかつって高級だと思うんですよ。でこの僕はニュースを見てそのとんかつの高級さをあの思ったんでね僕はその食べないですからそんなねまあまあ値段が高いですからね。で まあこのテレビのニュースはどういったことかという要約をすると、ですね、えーまあ、そのとんかつ屋さんかな、まあまあ、新宿とか銀座とか新宿のとんかつ屋さんが、まあ、出ていて、えー、お客さんの8割は外国人観光客ということなんですよ、だからインバウンドの話をしようとしているのかもしれませんが、で、うから日本に旅行に来たという家族が出てきたんですが、あまあ、外国人の間で、えー、とんかつが今、ブームになっているという、まあ、そのニュースの内容なんですね。 で、えー、このニュースでは、ロースカツが一番人気ということで、値段が2300円と出ていたんですよ。まあまあ高いじゃないですか、かなり高いと言ってもいいかもしれませんが、まあまあ高いですよね。で、このロースカツっていうのは、ブランドの、まあ、豚を使っているから美味しいんですっていうようなことを言ってたんですが、その後に続いてですね、えー、ランチのささみカツも人気があるって言って、ランチが1200円とか1000円超えてるわけですよ。 でそのささみカツも岩手のものを使っているということで、まあ、出てきたこの外国人観光客がおいしい、おいしいとかって言ってるんですが、いや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 、ちょっと考えましょうよって、日本国民が1000円以上のランチとか外食を控える中、こういったものを外国人観光客が食べる姿がニュースに出てくるっていうこと、日本人はですね日本国内において貧困化している、経済的にとても厳しい状況に追い込まれている。 なのに、このニュースは何なんだっていうことを思うわけですよ。外国人がですね日本に来て楽しくしてるとか、そんなことではないんですよ。そういうことをしている岸田の政策のおかしさ、ね、インバウンドを強調しようとしてるのかもしれませんが、こんなことをせずに、ね、日本日本国内の経済、消費税を廃止して積極財政にすることによって、 僕たち日本国民の生活が良くなりますし GDP がどん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 上がっていくってことは明らかなんですよ。それをせずしてこういうことがねテレビに出てくること自体僕はおかしいと思うんですよ。で日本国民の生活が厳しいにもかかわらずこの有事のさらかにあるうの人間が日本に旅行に来てそれもおかしいとちょっと考えられるんですね。うん だってあの、しかも出てきたのが1人ではないですから何人かが出てきてそういうことを言ってるわけですね。でこの「ウと「ロの有事に関してはまあ触れてはいけないってこともありますしあ,のあまり僕はまあ思うところはあるんですが、まあ、触れない。でもう一つ何かっていうとですね、まあ、外国のことなんでわからない側面もあるんですよだから別にそのことについてどうのこうのとかではないですしね少なかれつ分かってることっていうのはあるんですよ。日本はウにもろにもかか あの関わっていいけなな中立の立の場を取るべきなんですね日本はずっとウニ、例えば味方してお金をどうのこうの、ドローンをどうのこうのって言ってますが、そうすることによって、ロトの緊張が高まるわけですよ。で例えば貿易の点で、日本は厳しくなったりするわけですよ。で、それよりも何よりも、日本には憲法9条がありますから、どん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 ウニ、硬いでするってことは、これ、憲法違反なんですね。 そういった点からもおかしいんですよ。別に難しい話をし,しているわけでもなく。で、えー、例えばその、うのですね、有、え、事、ー、のさらかに、えーまあ、いる人たちが日本に来て、えー、ね、楽しそうに、えー、その外食をしているってのも、それもおかしいわけですよ。別にそれをどうのこうのっていうわけではないですよ。単純におかしいかおかしくないかってったら、おかしいと思うっていう、まあ、そういうことを、えー、まあ、見て思ったまあニュースっていうか映像についてお話ししました。で、 問題は何かっていうとですね、その外国のことではないんですよ。外国のことももしかしたら問題かもしれませんが、外国のことではないんですよで。もっと言えばですね、こういうふうに皆さんも思っていただければと思うんですが、仮にですね、何か外国であったとしても、僕たち日本国民、日本人には何もできないわけですよ。別にそれを容認するとか、そんなこと言ってるわけじゃないですよ。 何ができるのかっていうと、例えば岸田もそうですが、日本国内の状況っていうのは見直すことができるんですよね。少なくとも日本国内の経済状況を見直すことができるんですよ。しかし、それを全くしないんですね。で、えー、安倍と黒田っていうのがアベノミクスで日本経済を崩壊して、今度は岸田と上田も同じく日本経済を崩壊してるんですよ。このことが僕は一番問題だと思ってるんですね。な別に別に外国の話をどうのこうのとかね。うん、日本があの、ね、経済的に…あの 厳しいピンチ困窮してるってのあるんですがそれっていうのは例えばその日本国内におけるその経済政策が悪いからですでそういったことが今度ニュースになってるんでちょっとここからは難しい話があるんですがそれを考えていきますなるべく早めに利上げして円安に対処をしてい,あいかなければいけないんじゃないかっていうことが言われている円安物価だがですねしかし日銀の上田は全くそういうことをしないと日銀が動かないっていうことなんですよでどん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 ねえー、その えー、市場がおかしい方向に行くと、で日本というのは円、円,あの円がどん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 売られて、えーね、その要するに円安、円の価値が下がってしまっているわけですよ。で、えーまあ、その1ドル160円台になったということで、えーまあその、日本政府、日銀が9.7兆円投じて為替介入したが、まあ、原資には限りがあるということなんですが、まあ、こういったまあ難しいことを言ってますが、とにかくまず円安物価高を止めないといけないんですよね。 でそのためには日本国内の経済の見直しが必要なんですよ。それを何もしないんですよ。日銀も岸田もね。日本国内の経済の見直しっていうのは何かっていうと、でもお話しますが、皆さんも思ってると思いますが、消費税の廃止とか、そういったものです。日本国民の GDP を上げること、それが必要なんですね。全くそれをしないと。で、どん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 あの日本国民の生活が厳しくなるようなことをしてるわけですよ。 あ,ありとあらゆる生活必需品とかの物価が上がっていくわけじゃないですか。で、その国内の企業の物価指数とかっていうのが、まあ、プラスになっているとかって言ってるんですが、まあ、要するにこれは何を意味するのか、別に難しいことでも何でもないんですが、物価高騰が続くっていうことです。だから生活必需品の物価が高騰し続けるっていうことです。で日本国民のの生活っていうのは 手取りの給料がが25ヶ月連続でで、下がってるんでスタグフレーションでどん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 経済の状況が悪化するんですねで。岸田は賃金と物価の好循環を実現すると言っているんですが、できるわけがないんですよ。だからこんなことをできるわけがないんで、じゃあ何をすればいいのかって言ったら消費税の廃止、消費税の減税をすればいいんです。それはできるんでね。であるいは積極財政って言って、その中小企業にお金を投じていくことはできるんで、それをすればいいんですよ。 しかし、安倍と黒田、岸田と上田がそういうことをしないんですよね。で、よく、あの、消費税を、例えば廃止とか、消費税を減税する、減税するとどうなるのかって言うんですが、はっきり言ってどうにもなりません。別にどうにかなる前に打つ手はあるんですが、このままですね、この間違った経済政策を続けると、 いつか分かりませんが、数年あるいは数十年後に、日本というのはそれこそハイパーインフレで、えー、まあハイパーインフレっていうのがあれですけど、まあ、国民生活が崩壊することはもう明らかなんですよ。で、あのよくですね、日本の円安がどうのこうのとかっていうんですが、問題っていうのは、あその世界のシェアがどうとかでもないんですよ、多分ね、別に僕はその経済の専門家ではないかわからないんですけど。 日本国内の経済政策を誤っているからです。だから先ほどお話ししたように、ね、消費税廃止、インボイス制度廃止が必要で、日本国民全員に給付金、あるいは積極財政、中小企業にお金を出すことが必要、そして日本国内の経済の好循環をすることが必要、何一つしないじゃないですか。 そして気がつけば、ね、外国にお金をどん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 渡していると、でえー、困窮しているはずの外国があの、まあ、人がです、ね、日本に来て、ね、日本人が食べれないものを食べていると、それがこの今の現実なんですよ。でこのままいったら日本経済が崩壊しますで、日本国民の生活が持ちません、こういったことから考えても、岸田の退陣が一刻も早く必要、そして自民党の政権交代が本当に必要、それがなかった、本当に終わりだと思います。 まあちょっとそういったことをですね、えーまあ、今回、まあ、テレビのニュースとか、あと、まああねまあ、僕の、まあ、聞いた話とか、まあ、そういったことをいろいろ思ったので、お話ししてみました。多分リ,リスナー様もですね同じことを思ってらっしゃる方がいらっしゃると思いますので、まあ、とにかく生活が厳しいわけですよ、僕たち国民はね。その原因というのは、外国がどうのこうのではなく、岸田にあるということです。それをまず一人でも多くの方がお分かりいただければと思いまして、今回、こちらの件取り上げました。 最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたします。